株式会社、亀谷和都市堂は、東京都目黒区自由が丘に本社を持つ菓子の専門店である、シャトレーゼホールディングスの100%子会社、ナボナなどの特徴的なお菓子を広く展開する。看板商品であるナボナ1938年に、引地松寺が創業。第二次世界大戦のため1941年から1945年は、 閉店したが、終戦後の1946年から営業を再開し、1948年、合資会社、亀谷和都市堂として会社を設立する。亀谷和都市堂の代名詞、ナボナは1963年より発売を開始した。創業者が、ドラ焼きを洋風に仕立てるという発想で生まれた洋菓子である。1967年に、大貞春をコマーシャルに起用し、 ナボナはお菓子のホームラン王です。なフレーズで人気を高め、工場の増設、1974年には本社を移築するなど躍進を果たした。目玉商品となっている、ナボナは、イタリア・ローマにある、ナボーナ広場にちなんで名付けられた。その後、新商品、森の歌が登場、前述の王の CM のセリフに、森の死もよろしく、というフレーズが加わり、 これまた人気を得た。森の市は、現在は、製造を終了している。1979年に株式会社に改装。これをきっかけに、亀谷和人指同窓が、カルチェラタンを設立し、販売体制を強化。2007年より一部店舗で、クレジットカードが使えるようになった。2004年に松次の長男、引地良一の後を受けて社長に就任した、国松明は、 王の巨人時代の先輩にあたり、巨人軍の主力選手として活躍し、後に二軍監督、コーチなどを歴任した経歴を持つ。松寺の娘と結婚したことが縁で王のコマーシャルモデル機を並びに役員就任にもつながった。自由顔丘総本店は、旧店舗が老朽化のため改築工事を経て、2015年4月16日に新装をオープンした。 2021年1月15日にシャトレーゼホールディングスが全株式を取得し、亀谷和都市堂はシャトレーゼホールディングスの完全子会社となった。ナボナなどの製品は神奈川県横浜市都筑区にある横浜工場にて製造されている。横浜市港北区の東急東横仙台、倉山駅前に姉妹店の鶴谷千都市堂という菓子店があったが、 1998年に放火による火事で消失し、閉店。かつて、亀谷和都堂の一番弟子として修行した主人が、独立の際に、のれんわけとして、鶴谷千歳堂の名前をもらったという。後地は2021年現在、時間が支駐車場になっている。鶴谷千歳堂の主人の息子が、大倉山からほど近い大曽根の商店街で、鶴谷千歳堂の支店を開いていたが、 こちらも2006年時点では閉店していた。支店の看板は少なくとも2004年2月の時点までは存在していた。やはり、大倉山から近い横浜市営地下鉄、ブルーライン神話駅前にあった、亀谷和都市堂の支店が、かつて、鶴屋千歳堂の関連店で、常実の火事の直後に面倒を見ていたという。2016年頃、菓子屋とは別の鶴屋千歳堂、 株式会社を名乗る業者が化粧品のインターネット通信販売を行っていた。会社概要によると2009年設立で、住所は東京都新宿区にあった。法人番号指定は2015年10月5日とある。貸し店の旧、鶴谷千歳堂や亀谷和都市堂の関係者との人的関係など詳細は不明である。2019年時点では消滅していた。 水セロゼというブランドの化粧水や保湿クリームなどを販売し、製造元は株式会社シャロンであった。アニメ映画、頑張れ。田淵くんには、鶴谷千歳堂のボナボというセリフが登場した。漫画、燃える。お兄さんには、鶴谷千歳堂のタボナというセリフが登場した。ありがとうございます。